2019年2月中旬、お気に入りの女性配信者を目ざとく見つけ、隣の席にひょっこり現れた。面倒くさいおじさんがその後を追った。佐野智則、50歳、バツイチ。好きなあては、お酒飲んでて好きな、変なの好きなんだ。変なの好きな、変なのって何？普通の人はあんまり食わないよ。普通じゃつまらない愉快な佐野さん、やったね。親とか噛む手間がいらない優れものの親。あとね、ゴーヤチャンプルとか、ああいうのが好き。あ、おいしい、ゴーヤチャンプル好き。ああ、好き。ああ、ゴーヤは揉んで舐めるしかない佐野さん、やったね。気立てのいい女性配信者、青白猫たんさんは、しちょっ、あのゴーヤチャンプルも、あの沖縄だとスパムでやるじゃん。俺はどっちかっつったら、あのベーコンでやるのが好き。カリカリベーコンが好きな佐野さん、やはりカリカリが好きな佐野さん、やったね。あ、それをさ、ごま油でさ、視聴者と会話しようとするとどうでもいい話で割り込んでくる佐野さん、もう話したくて話したくて仕方ない佐野さん、頑張って佐野さん。俺はね、炒めるときはサラダ油。サラダ油。で、最後の仕上げに、ほんの何滴かごま油の香り付け。なんでかっていうと、ごま油って沸点が低いから、あの、香ばしくなんねえんだよ。あの、炒める油ではないんだ。あれは、あえる油だと思う。なるほど。よくさ、たまにさ、あのネットにもさ、チャーハンごま油でとか言うじゃん。あんなの胸焼けしちゃって食えねえからさ、食えんと思う。かかってるリスナーもいるはず。俺は絶対、あの最後に回しかけはやるよ。だけど、あの本格的に炒めるときはごま油使う。後掛けだね、大体。覗き込む外来種。これはワインは昔はよく飲んでた。例えばオパスワンとかさ。ちなみ、あとシャトラビットとかシャトフードとかな。もう一本入れれば10万だからな。リアクションなく悔しい佐野さん。絶対きちっとやってくれ。いける気がしてきたロマンティストな佐野さん。これなんか三度っ払いように使われたな。ネタ要員の佐野さん、これ面白いよ。あのふざけて話してるけどマジでたまに怒るけどな。競技にはうるさい武闘派の佐野さん。こないだもほら、なんだっけ、言ってたから、まあ、向こうがさ、俺はキックボクサーだからって言ってきたら、お前どうしてかって、グラス持ってこの抹茶って刺したのかな。老いて凶暴になった歯止めが効かない佐野さん。ちょっとよ、おめえよ、誰か俺の体になりたいとかいうやつをチョイス探して。女性遍歴を思い出補正で盛りまくり、ドン引きしても自慢し続ける陽気な佐野さん。なんかなんかなんとこどっかひねくれてんだよな。全然ひねくれてない。あとすぐ嘘つくし、すぐ嘘、あの軽い嘘をつくんだよね。人を批判するも、まるっきりブーメランな佐野さん、やったね。
誰かを俺に投稿してくれよ。脈がないと思ったのか、女を紹介しろとせがみ出した黒歴史作家の佐野さん。よし、じゃあ俺が猫と付き合うことになったら全解放してやるよ。何の脈略もなく突然お付き合いを提案する熱烈な佐野さん。じゃあその代わりに猫のことをディスんなよ。マジで。ですよね。まあこれはないだろう。早速使えねえ女とか言われてんの？いや、いいよ、同じ女ちゃんと付き合ってもいいのってあんたらよって言ってりゃいいじゃん。床に釘を打ち続けるやけくその佐野さん。だってあんまりよくよく考えたら俺あんまり面白くねえで。先ほどまでの強気はどこへやら。同情作戦に出た佐野さん。よし、じゃあお前ドリンカーで毎日あんたらけ。売上折半でいいよ。もう信じられるのは東京から連れてきた旦那柄の犬だけである。こうして佐野さんは今日もインターネットの世界で生きている。やめろ。生きている。あの明日でやり方を始めたらってまた言われるんだから。